10課学校、英常、MSDF サービススクール、英略省、MSS とは、海上自衛隊において、教育訓練を行っている機関の一つであり、第110課学校から第410課学校まで、置かれている。1953年9月16日、海上自衛隊の前身である、保安庁警備隊の教育機関として、横須賀市田浦の旧海軍水雷学校跡地に、 警備隊10課学校が発足した。警備隊10課学校の所掌業務は、法術、総会、公開、通信、機関、応急及び補給等に関する業務に必要な知識、及び技術を習得させることであった。教育する学生は、講習学生及び、乙種学生及び、幹部候補生であったが、この他入隊講習院の教育も行われていた。 1954年7月1日、海上自衛隊発足により警備隊10課学校は海上自衛隊10課学校と解消された。後に第1から第410学校まで分かれることとなった。1970年3月2日から1982年9月30日までの間は海上自衛隊生徒の教育を担任するための機関として、 海上自衛隊少年実科学校が置かれていた。生徒教育は1982年10月1日、少年実科学校が廃止され、第1実科学校生徒部に縮小されている。その生徒部も海上自衛隊生徒制度の廃止に伴い、2011年4月1日をもって廃止された。ありがとうございます。